東京 FM タイムライン、今日は今夜は私小田島隆がお送りしています。はい、今日だけではなく毎週木曜日は小田島さんです。さあ、明日5月5日子どもの日ですね。子どもの安全防犯対策は昔と今とで進化してるんでしょうか。例えば登下校時の児童を事故や犯罪から守るため全国の学校が取り入れる見守り活動、千葉県で小学3年生の女の子が遺体で見つかった事件で見守り活動をしていた男が容疑者として逮捕されたことから学校現場に動揺が広がっています。各地で見守りに取り組む住民からは子どもたちに声をかけにくくなったとの声も上がっているようです。改めてこの我孫子市の女児殺害事件、小田島さん、私たちね、どう受け止めるべきでしょうかね。なんて言うんでしょうね、その悪い人は外部からやってくるって思い込みが子供の犯罪にはすごくつきものみたいですけど、実際子供に害を及ぼしているのは親だったり兄弟だったり、身内の人間だったりってことが少なくないってことも言われてますから、必ずしもその地域で見守れば防げるという前提自体にもしかしたら問題があるんじゃないかなというふうに私は思ってましたけどね。本当にそんな中で、ね、存在意義が揺れている見守り活動ですが、果たしてでは効果があるのか。今夜お届けするストーリーは、見守り活動は犯罪抑止につながるのか。タイムラインストーリー。見守り活動やってますね。犯罪抑止につながると思います。まあこの間の事件がありましたけれど、犯罪者を 100% 見分ける方法は存在しますかね。関わり合いをお互いに持つことが大事だね。犯罪抑止につながらないと思います。見守り活動っていうような大々的なことではなくて、日頃からなく例えば地域で見守るとか活動したところで、まあ、過信しすぎてもゼロには防げないと思います。つながると思います。まあ、やっぱり大人の目で、まあ、今回の千葉の件はね、基本的にあれは例外的なことであって、まあ、ああいうトップの人がああいうことするってことはやっぱり 100% 信用できるわけではないなっていうのは思いますね。犯罪抑止につながらないと思います。誰も見てない時に割と、ね、あの事件事故は起こりやすいので、そこまで大きな効果は見られないと思います。まあ、見てないより見てた方が、はい、街の方に見守り活動について効果が見込めますかねということで聞いてみました。小田島さんはいかがですか、今街の声聞いてみて。まあ、いろいろ考えるんでしょうけど、まあ、効果があると思ってないとやってらんないでしょうからね、現場はね。そういう体でやるんでしょうけれど、実際に効果があるのかっていうのとは別問題で、あれは犯罪抑止というよりも地域の一体感を作るためにやってる活動なのかもしれない、別の意義の話かもしれないですよね。ではですね、今夜はイタリア生まれの日本文化史研究家パオロ・マッツァリーノさんにお話を伺います。あ、パオロさんですとお呼びすればいいんですよね。はい、はい、よろしくお願いします。小田島です。パオロさんは今回の我孫子市の女児殺害事件はどんなふうに受け止められましたか。今町の方のインタビューの聞いてたんですけど、はい、意外と女性の方がなんか冷静に受け止めてるなっていう感じがしましたよね。見守り活動したところで犯罪を 100% は防げない、防げないだろうけど、まあやらないよりやった方がマシぐらい、男性の方がなんていうんですかね、変なヒーロー願望みたいのがあるんですかね。自分が町を守ってやるみたいな、そういう意識があるんでしょうね。パオロさん ご自身はどのようにお考えになりますか。その見守り活動がどんな効果があるのかとか、いわゆるその辺については。私はもうはっきり言ってしまえば、効果はほぼないと思ってるんですよ。っていうのは検証結果というのが全くないですから ね、見守りをしている町としてない町とで、犯罪発生率とか子どもの安全とかにどういう違いがあるのかって、はいはいはい、そういう研究結果とか一つもないんですよ。というより今多分日本のほとんどの町でそういう見守り活動とかってやってるんですよね。犯罪、今回のようなこういう凶悪犯罪が起きた町でももちろんやってるし、はい、犯罪が起きてない町でもやってるわけですよ。そこに住民の方の犯罪に対する意識の差ってほとんどないと思うんですよ。ですから、まあ見守り活動をしたから犯罪がなくなるってわけでもないし、まあでもやるのがまるっきり無駄とまでは言いませんけどね。
でも気休めっていう感じが強いと思いますけども、私がちょっと気になってるのはですね、今回の事件を受けて週刊朝日に載ってたんですけども、男親の PT 活動禁止っていう提案が出てきているところもあるっていうような話があるんですけど、これなんかどんな風に受け止めるの？これはちょっと初めて、私もこれ読んでないんで、今初めて聞いてちょっとびっくりしてたんですけども、男、いやでも男だから危険で女だから安全ってことないですかね、今日もなんか似たような話で保育士の男性が おむつを変える、女児のおむつを変えることに対してすごく危機感を持つ親御さんがいるっていうことで時々論争が起こったりもしてるじゃないですか。あれとも、あそこまではちょっと違うんじゃないかと思いますけどね、犯罪者、この男親の PTA 活動禁止ってなると、まるきり男性犯罪者は男性だっていう決めつけで動いてしまうような、ね、これを言ってる人たちからすると、一定数その男親とはいうものの、男の中にはやばい人がいるんだっていう思い込みが、あるからなんでしょうし、でも実際には実の子供を殺してる母親でたくさんいますし ね、 そうですね、子供虐待してる人もいるし、子供がいますけれども、私のところは男の子で、やっぱり女の子のお母さんたちは、やはり性犯罪とかに巻き込まれるのは女の子の方がどうしても多いのではないかということで、やっぱり男性に対してちょっと危機感を持っているという現実はあるというふうには感じてますね。日本人のその善意に見守り活動っていうのはやっぱりある程度頼っているところがあると思うんですけれども、パウルさん、その日本人の善意に対する感覚っていうのはどう捉えてらっしゃいますか？こういう防犯とか安全とかに関する、防犯とか防災とかに関するものって善意だけで行動してはいけないんですよ。それやっぱり効果が本当にあるのかどうかっていう検証が常になされなければいけないわけだし、でこの見守り、子供の見守り活動とかも何の検証もされてないし、皆さんその防犯活動やってる皆さんが自分の街でどれだけの犯罪がどのくらい起きてるかって、そのデータ事実すらも知らないでやってるわけですよね。確かにそうですね。それだといくら活動したところで、それで本当に犯罪が減ってるのか増えてるのか、それすらもわからない。特に子ども絡みの犯罪についてだと、見守り活動をしてるしてないに関わらず、子ども絡みの教育犯罪が増えてるぞっていう意見がすごく多くて、そう思い込んでる人がとても多いじゃないですか。でも実際のデータを見るとそんなことはなくて、児童を対象とした犯罪って戦後から一貫して減ってて、特に21世紀に入ってからすごく減ってますよね。ただそういうなんかデータを見てちゃんと動いてるのかっていうところ、ちょっと疑問感じますよね。そうですね。子どもの誘拐事件とかだって一番多かったのって昭和40年前後なんですよね。でそれに比べると今半分ぐらいになってるんです。だから報道されると大きな報道になって印象が強く残るっていうことなのかもしれませんけれども、なんか実態とかけ離れたその活動が行われてることがあるのかもしれないですね。今回の事件を受けて、見守り活動っていうのはパウルさん、今後どうなっていくというふうに思ってらっしゃいますか？私は今の状態ぐらいで十分だと思ってるんですよ。その効果を考えると、これ以上強めようとするとっていうか、そういう風潮ってなかなか治らないんですけども、また大体マスコミの報道だと紋切り型が好きなんで、またしても子供が被害者による犯罪が繰り返されたみたいなことを言うんですけど、じゃあまたっていうのは、その前はいつどこで起きましたかっていうと、皆さんもう忘れてるんですよ。大体そんな感じなんですよね。こういう子供が犠牲になる凶悪事件で、せいぜい2年に一度とか1年に一度ぐらいしか起きてないはずなんですよ。でこういう犯罪が増えてますっていうような言い方がされちゃいますよね、メディアの中でもね。これ以上効果も検証されてないのに見守り活動だけを強化しようとすると、今度そうなると、じゃあ町内の全員が強制参加で交代制で見守りをやれとか、そういう防犯ボランティアからどんどん防犯ファシズムみたいになってしまう可能性が、危険性が高いと思うんですよね。そうなるとこうちょっと偏見というところも入ってきますかね。ちょっと副作用が出そうな感じですね。そうですね。そうするともう見た目で判断して犯罪者を、そもそもこの見守りで
子供を守れるって思ってる人たちって犯罪者は見た目で見分けられるっていう変な前提、何の根拠もない前提を持ってるわけですよね。でも実際はそんなことないわけですよ。むしろ町内に住んでる外国人、特にまあ白人以外の外国人の方なんかは何もしてないのに犯罪者扱いされるなんてことが可能性が絶対ありますよね。相互監視社会みたいなことになると、日本みたいな特に同質性が高いというのか、まあ、似たような民族で住んでたりすると、ちょっと変わった外見の人だとかが排除される可能性が出てきちゃいますね、きっと ね街中によく不審者は通報しますなんて張り紙がしてあるんですけど、不審者ってどう見分けるのって、うん、皆さんが不審者って思ってる人って、考えてみる不審者って何でしょうって、皆さんが不審者って思ってる人って大抵ちょっと顔が変なだけの普通の人なんですよ、うん、何もしてない人なんですよ、うん、でそういう人が差別的に扱われてしまう可能性だってありますよね。そういうふうにその偏見っていうのはやっぱりちょっとこう伝染していく部分っていうのはありますよね。大人がそういうふうにこう周りであの人がおかしいんじゃないか、うん、ちょっと変質的な部分があるんじゃないのかっていうふうに見ると、ちょっとなんか周りに空気として嫌なものが広がりそうな気もしますが、うん、ああそうですね、一方で大人を信用しろって言っておいて、一方で大人を信用するなと、これじゃ子供はどうしたらいいのか分かんないですよね。やっぱり子供にもそういう、こう偏見の空気感みたいなものは伝わっていきますかね。やっぱり伝わってしまうとまずいですよね。何ですか、地域で共有してる警察で、なんて声かけ事案を防犯のなんかネットワークでやってたりするのもあるじゃないですか、あれなんかも結構何でもないことを、うん、広がってたりするっていうのありますよね。そうですね、うん、じゃあやはりその子どもの防犯対策、じゃあどうすればいいのかなっていうところなんですけれども、一番その子どもの防犯対策で大事なことだったり考え方っていうのはパウロさん、どういうことなんでしょうか。いや、なかなか難しい問題だと思うんですけどね。でも最終的にはやっぱり子ども自身に自立心とか判断力をつけさせるっていうのが、うん、まあ最終目標ですから、うん、それが教育のそれをなるべく育てていくためには、あまりなんていうんですか、見守りの距離が近すぎるのも私は問題だと思うんですよ。そうですね、見守りっていうより今登下校の間、近所の知らないじいさんばあさんがぴったりくっついて子供と帰ってきたりするわけですよ、うん、あれ距離近すぎないかなと思うんですよね。見守りだったら少し離れたところから本当に見守ってて、危ないなと思った時だけ近寄って、手を引いて助ければいいわけですから、あんまりに近いのは見守りじゃなくて監視ですよね、それだと。そうですね。この時間は日本文化史研究家パオロ・マッツァリーナさんにお話を伺いました。パオロさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。小田島さん、今ね、はい、パールさんのお話から、うん、まあ、距離感が確かに言われてみるとちょっと近いのかなというところも。そうですね、途中でパールさんおっしゃってましたけど、あまりに今の状態でかなり十分じゃないかっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、大きなヒントだと思うんですけど、うん、ゼロリスクっていうふうにしてしまうと、かえって副作用の方が大きくなりますよね。こっからさらに減らすんだって話になると、なんとかゼロ目標っていうので、よくいろんなことやってますけど、そっちの問題の方がかえって大きくなるんじゃないかって気が私はすごくします。今夜は見守り活動は犯罪抑止につながるのかお送りしました。